オールアバウトグループ代表の江畑です。よろしくお願いいたします。オールアバウトグループは2000年に創業いたしましたインターネットのメディアの企業です。今その後グループがですね、どんどん拡大をいたしまして、こちらに出ておりますような様々なサービスを展開するグループ経営の会社に発展をしています。大きく分けますと、インターネットのメディア系のビジネス、もう一つがインターネットの e コマース系のビジネスですね。大きくこの2つのゾーンで今ビジネスを拡大中です。で、メディア系のビジネスはここの図にございますオールアバウト、これが社名と同じですが、2000年創業時からやっているインターネットのメディアで、日本一の専門家がガイドする総合情報サイト、生活情報サイトとしてはかなり大きなサイトを今でも運営をしております。これ以外に日本の情報をグローバルで伝えるオールアバウトジャパン、これ今5カ国言語で日本の良さを世界に伝えるプラットフォームですね。こういったもの、またソーシャルメディア系でいうと、ここにオールアバウトナビ社というのがありますが、 Facebook、Twitter、Instagram 等々ソーシャルのプラットフォームを使ってコンテンツを配信したり、ソーシャルマーケティングを提供したりというような会社もございます。で、加えて、e コマース系は今グループでかなり伸びているんですけれども、サンプル百貨店というトライアルマーケティングと言っている少しの特色のある EC サイトですね、をやっています。簡単に言うと、いろいろなコンビニやスーパーで売っている食品や飲料、雑貨、そういったものを半額から3分の1でお試し買いができる、お試し買い EC サイトナンバーワンと。ということで伸びておりまして、約利用者が300万人ぐらいおります。で、この EC の事業群の中に今年の7月からですが、日本最大級の携帯キャリアであるドコモさんですね、ドコモさんがやってらっしゃる D ショッピング、これをオールアバウトグループの方で全て運営させていただくということを始めておりますので、トライアルで新商品を試していただいた後に定番の場でお買い物もいただけると、こんなような道具立てになっています。で、それ以外にいくつか事業をやっておりますが、代表的なのはメディア、EC、コマースで、伸びている、そんな会社でございます。はい、ありがとうございます。次にですね、今後のビジネス展開についてお聞かせください。はい。今後のオールアバウトグループの成長ですけれども、今まさにどんどん成長している最中ではありますが、まさにさらに非連続な部分をいくつかのポイントでトライをしています。その代表的なポイント2つを紹介したいと思います。1つはメディア系のビジネスのところでのトライですね。こちらの資料に書いてありますが、今までオールアバウトグループとしては、自社でいろいろなメディアをやって、そこにユーザーの接点を強化して、そこにおいて広告やマーケティングのお手伝いをするビジネスを展開してきました。でも皆様ご存知の通り、インターネットのメディアを取り巻く環境というのはどんどん激変をしています。GAFA を中心とするプラットフォーマーの依存が非常に高くなっていたり、アドテクノロジーがもう目まぐるしく進化をしていく。また一方で個人情報保護、クッキーが使えなくなる、こういったテクノロジー要件なんかもあります。またデバイスも、スマホはもちろんですが、5G、いろいろな環境の変化もあり、動画等が中心だと。そんな変化に対応するために、単一メディアの事業から、単一メディアに加えてですね、プラットフォームポジションの事業を追加するということを今トライをしておりまして、この事業、名称プライマードと言っておるんですが、オールアバウトプライマードというプラットフォームビジネス。具体的には、プラットフォーム、何のプラットフォームかというと、メディア各社がですね、コンテンツマーケティングビジネスを行うのに必要な共通の道具立てを我々のプラットフォームがご提供し、そこのプラットフォーム上で各メディア社が自身の企画力であるとかコンテンツ力でコンテンツマーケティングビジネスを行っていただけるような共通のプラットフォームを提供するというビジネスに今トライをしています。ちょっとわかりづらいので具体的に一つこの図を見ていただければと思います。例えば、コンテンツマーケティングビジネスというものの一つに、コンテンツタイアップ広告という市場があります。コンテンツ型の広告ですね。これはメディアの編集部等がコンテンツを作るのが得意なので、広告主の、伝えたいことをコンテンツ化して、提供するタイアップ広告ですね。これ大体市場で言うと、日本で言うと1000億円から2000億円ぐらい、デジタルのタイアップ広告があります。
オールアバウトは実はコンテンツタイプ広告2000年からやっていて一番ノウハウを持っています。でここに必要なシステム、ユーザーのターゲッティング、コンテンツ制作のフロー等々の仕組みをコンテンツマーケティングをやられたい、他の媒体者さんに全部提供しますという形です。でこの図はそのうちの一つなんですが、この7月からビジネスマッチング機能というものを提供しているんですが、左側が広告主サイド、これは広告代理さんも入ってますね。またメディアが広告主になるケースもあります。右側が媒体者さんサイドです。でこの間のプラットフォーム、我々がビジネスマッチングを行う機能が始まっております。具体的には広告主サイドが今度こういう広告をタイアップ広告でやりたいよというのをダッシュボード上で投入していただくと、我々のプラットフォームに参画しているコンテンツメディアがコミュニケーションのプラン、それでしたらこういうコミュニケーションプランで対応できます、これぐらいの金額でできますというのをここに投入することができ、まあ広告主サイドはその中で好きなものを選んで受発注が成立すると。で受発注が成立した後にワークフローが走り出し掲載、その後今までバラバラだった各メディアの効果測定を一つの指標統一のレポーティングにして全部管理できる、まあ、いわゆるコンテンツマーケティングの運用型広告のようなプラットフォームですね。こういったものを提供開始しています。これの中で具体的にはデジタルのタイプ広告であるとか、またこの頃各企業様がオンドメディアというものを一生懸命投資をされてますが、ここでのコンテンツ制作の継続的なご発注であるとか、また作ったコンテンツに対してそういったメディアのリーチだけではなくて他のメディアのユーザーにもちゃんとリーチさせたいという、まあ、有料なアドネットワーク PMP みたいなものですね。こういったものもこのプラットフォーム上で展開をする、まあ、こういったことによりまして、コンテンツを一生懸命作っているメディア様の新しいビジネスの拡大のお手伝いをし、様々なテクノロジー変化やポストクッキー時代に必要な再度注目されているコンテンツの価値、こういったものを広告主サイドにもちゃんと提供していくと。でかつ運用型ですので、費用対効果、科学的な PDCA サイクル、こういったものも支援していくと、まあ、こんなようなプラットフォームビジネスを今提供しようとスタートしております。もう1点だけご説明します。こちらは e コマースの領域での大きな打ち手です。今オールアバウトグループでは冒頭に申し上げましたサンプル百貨店というものが、お試し買いサイトナンバーワンのポジションを日本で、取っております。でそこに加えまして、この7月に、こちらにありますが、日本最大の携帯キャリアである、ドコモさんの、EC のプラットフォームd ショッピングですね。これをすべて我々が運営をさせていただく。まあ、共同運営という形ですが、リス運営を我々がさせていただくということが加わりました。で、まあ、この二つが組み合わさることによりまして、まあ、新製品のプロモーションであるとか、サンプリングのような、お試し買いシーンっていうものを強みで持っていたものに加えて、まあ、そこでいいなと、この商品もう一回買っていこうと思っていただいたユーザーの皆さんには、総合通販サイトの方で流通を行っていく、この相乗効果が生まれるようになります。で実は e コマースのプラットフォーム、例えば Amazon さんや楽天さん、いろんなところありますが、それはこちらの d ショッピングのポジションなんですね。でこの左側を合わせ持っているプレイヤーというのは今なくて、この2つを組み合わせることで購買を行う生活者の皆様には最適な購買体験を、また物を売りたいメーカーの皆様には最適なコマースを使ったマーケティングを、両方を最大化できるというふうに考えています。こういったものをうまく駆動するためのマーケティングソリューションというものを合わせて提供していきますので、新しい形の e コマースプラットフォームということになるかと思います。まあ、流通総額ベースで、ね、かなり大きくなっていくことが予想されますので、まあ、できればこういった強みを生かして、日本の e コマースプラットフォームの一角に食い込んでいくということを行っていく準備が整っているというのがもう一点のポイントになります。ありがとうございます。では最後になるんですけども、2022年にですね、日本に上陸するウェブサミットですね、いわばスタートアップのオリンピックというふうに言われております。このようなグローバルチャンスについて何か一言いただければなと思います、はい、まさにウェブサミットですね。僕も昔から注目をしております。でそういったところが日本に来るっていうのは本当に嬉しい、インターネット業界早々期から関わっているものとしても非常に嬉しいです。ロンドンに知り合いのパートナーがいまして、まあ、毎回その参加をしているというのを聞いておりまして、そういったものが身近になるのも本当に嬉しいと思っています。で、まあ、日本のインターネットマーケット、やはりその
グローバルで言うと、まあ、GAFA を中心としたところのプラットフォーマーへの依存度が高まっている中で、やはり、こう、テクノロジーの変化、個人情報保護等、いろんな環境変化の中で、再度ですね、やはりコンテンツというものに対する注目が非常に高まっていくタイミングだなと思っているんですね。で、そういった意味では、やはりその日本のインターネットプレイヤー、我々も含めてですけれども、コンテンツを作り出す能力ですね。これはアニメやですね、ゲーム、そういったものも含めてですが、非常に強みを持ったプレイヤーが日本にはたくさんおります。そういった意味で、まあ、コンテンツマーケティング元年ということで、今2000年を我々置いておりますけれども、そういった機会をグローバルレベルで広げていくような機会にうまく我々としては使わせていただきたい。そんなふうに楽しみに思っている次第です。ぜひ、皆さんと一緒にマーケットを盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。